日誌今日の日直は上西圭です。6月18日土曜日、神々圭一の早口言葉滑舌体操、出たよ、うん、頑張ります。マグマ大使のママママ、マグマ大使、マグマ大使のママママ、マグマ大使、マグマ大使のママママ、マグマ大使。前半はマグマ大使のママまではすごい言えてた。そうか、マが5回連続続くんか。マママグマ大使の後半の方ね。はい、マグマ大使のママママママグマ。うわ言われへん。何これ。めっちゃ難しいですよ。うわ言われへん。急にババなるな。マグマ大使のマママママグマ大使。言われへんわ。マグマ大使のマママママグマ大使。何これ。簡単そうに言われへんな。唇がこうパッパッとこうなるのが難しいんかな。ママ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 言えた？はい。言えた？あ、そうか。ママママママにママママママグマ大使にしたいんか。ママママママグマ大使、ママママママグマ大使って。マグマ大使のママママママグマ大使。なんかねっとりしてるから急にママ。急に全部のマ。同じテンションで言ってほしいね、やっぱりな。でっかいマが一個入ってるみたいになってるからな。マグマ大使のママママママグマ大使。なんか、うまってこう、上ってなってるから、そこ。じゃあこれ、まんまってこう、1時間ぐらいこれずっと言っとったら、めっちゃ人気落ちると思うよ。気持ち悪いってなんで、なんだ、まんま。なんなん、こいつ気持ち悪いってなると思うよ。うっていうなんか。あんまり言い過ぎたら。すごい言えた。言えてる？言えてる感覚的には。めっちゃ言えてます。あ、そんな、もう一回言ってもらっていい？マグマ大使のママ、ママ、マグマ大使。いや、ちゃう。なんか、ムムってこうなんか。いけんちゃう？もうケチいけ。これだけ聞いたらもう。いけそう。いけるで。マグマ大使のママ、ママ、ママ、マグマ大使。マグマ大使のママ、ママ、マグマ大使。マグマ大使のママ、ママ、マグマ大使。全然できへん。これあかんわ。これむずい。おもろい、おもろい間違い方をする。むずいな。どうやったらこれ、まあ、一練習せなあかんじゃない、多分な。そうよな、うん、これだ、こんなんな、人生のうちにこれ練習する時間使いたくないよな。言いたいんやったら練習してっていうことやから。いや、死ぬ時、あれ練習してなかったらもうちょっと寿命、他のことも考えれとったんやって。それまあ、それはなく、それだけに費やしてたから、なんか大会とかに出ないと意味ないよ、これはね。さあ、では、お昼休みです。日直のケイチお願いします。はい、それでは行きましょう。もう噛まないで、甘神姫。MND48 の新曲甘神姫、いたずらのように甘神をする彼女が出てくるこの曲にちなんで、あなたがされて腹が立ったいたずら、またはして面白かったいたずらをご紹介していくコーナーです。はい、今回もお便りをたくさんいただいています。ご紹介していきましょう。お願いします。はい、ラジオネーム熊野ブーさんからいただきました。ありがとうございます。モンスターエンジンさん、ケイ、はい、さん、渚さん、こんばんは。こんばんは。毎日楽しく聞いています、うん、中学時代の話です、はい、当時アメリカから転校してきた女の子がいて、はい、席が隣になったのをきっかけによく話すようになりました。その子はスキンシップやいたずらが激しく、うん、急に後ろから絡みついて顔を近づけてきたり、ノートに落書きをしてきたり、うん、思春期真っ只中の自分には色々と刺激的すぎました。そのまま卒業式を迎え、教室で盛り上がっていると、ちょっとアルバム見せてと言われたので、うん、頼むから絶対に落書きするなよと言って渡して、うん、他のクラスで遊んでから戻ってくると、うん、アルバムは机に置いてあり、うん、なんとなく中を見たら、ずっと好きでしたと書いてありました、うん、その時は大切な彼女がいたので、それ以上の関係にはなれませんでしたが、うん、今までとは真逆の初めて嬉しいと感じた落書き、ドキドキさせられたいたずらでした。アメリカからってことは外国人ですね。アメリカ人の女の子ってことよね、だから。ずっと好きでした。もうどうなんやろ、なんかまあお父さんが。でも分からない。そうか、まあまあ、そうやな。それあるやろね。絶対怖い。ちょっとその容姿がどっちなんかその確定してへんから、ずっとどうなんやろってなるよな。そのエアもハーフぐらいで置いといたらいいんちゃう。高校時かな。うん、中学やったかな、中学かな、うん、ちゃう、高校か、高校の時の英語の先生が、うん、何系や、中国系アメリカ人か、あ、バリッバリのアメリカ人の感じやね、もうまあまあ、その喋れんねやろな、喋りとかも動きや全部、身振り手振りも、あ、すごい、
その、ね、アメリカのドラマ見とってそういう人絶対出る気がするけどよ、うん、でも私の時アメリカの方でした先生が。そう、それでお姉ちゃんも一緒の学校に行ってて、うん、でお姉ちゃんがいたずらで、うん、しちゃダメなんですけど、うん、先生に干渉したんですよ、うん、その男の先生に、ほんじゃもう、うん、多分海外で干渉は考えられへんのからんけどもオーマイガーって言ってめっちゃ怒られて、うん、先生とずっと口聞いてもらえなかった、どうなんやろうね、うん、文化的にそんなありそうやのにな、うん、めっちゃ怒られたって。だからパイを顔にぶつけるとかやったら、うん、なんか普通に「おー」って言って「うん、オーマイガー」って言いながらも笑いながら言ってて、うん、なんてことしてくれるんだみたいなぐらいで済んだか分からへんけど、うん、パイやろアメリカのパイを顔にぶつけるいたずら以外ないやろ、ね、もっとあるよもっとあるよそれはもっとあるやろサプライズ そんなんばっかりやろ踊り出すやつパイを投げるしかないってなアメリカのいたずらはなるほどな、まあ、いろんな文化の違いがあるんかなそうかねこれでも素敵ないたずらじゃないですか心に留めておいてください、ね、原点ですねもうちょっと素敵すぎるやつはええやんか別にこういうのもこういうのもええやんかっていうそのなんか自分の学生時代がなんかあの、うん、グレーになだんだんなっていくからさそういう話聞いたら俺はダメだったなってそう全然そんな全然ないしってなってきたら、ちょっとだんだんだもうええ加減黒になってくるよもうこれ以上聞くええ話ようあるやん、うん、何個かに一個ね、あるよほんまなかったけどなっていう素敵なまあだからそのなんかアメリカっぽい、うん、ねこの感じやけどもスキンシップとかになると、うん、このなんかちょっとシャイなところもまたねまたこのギャップが効いて素敵じゃないかと素敵よこういうのねどんどん送ってきてもう僕は嘘ないやね嘘やと嘘じゃない嘘やと受け止めておかないとそのかわいそうやあの時の自分がかわいそう腕が真っ黒になって、はいいい思い出でしょうからね、はいはい、じゃ続いて、はい長崎県佐世保市にお住まいのラジオネームライパチさんからです、はい、ありがとうございますケイッチ、ナギちゃん、西森さんその他1名こんばんはこんばんはおい思い出すわ思い出すわ親父が夜中おってうなされてたそれはそれでないやねん今めっちゃ思い出した怖そっちはそっち親父これ聞いてるけど親父には言うてないから今知ったんちゃうかなそれないやねん思い出した親父のめちゃくちゃ怖かってんからほんま一時期よんおー俺が18ぐらいの時によう夜中おマジやでこれめっちゃでかなんねん声言い過ぎて起きたりしようねんけど何で起きてるか分かってないね多分自分では一番初めほんま寒い棒が全身に出てああ呪われてる呪われてるってなったもんすこっそり見に行った思い出したわそれは怖い怖いわ何でああ思い出したああ思い出したじゃない怖っ怖っ思うはがきをねすみません、はい、はい、お願いしますね僕は高校3年生の時に遠足で太宰府天満宮に行きました、うん、そこで友達のテンションが上がり、はい、立ち木刀を購入しそしてトイレに行ってくると言って僕に木刀を持たせたまま戻ってこないといういたずらを仕掛けられました、はいはい、学生服で木刀を持って歩いている僕は異常なほど目立ち通行人からジロジロ見られたり外国人から一緒に写真を撮るように頼まれたり、うん、その後みんなで近くの歴史博物館に行こうとしたら僕だけ警備員に止められたり、はい、このいたずらの効果は絶大でした、うん、さらにこの時の木刀を持った写真が卒業アルバムに使われるなど時間差攻撃とのコンボも効いて僕の人生史上最もダメージの大きいいたずらになりました、うん恥ずかしいね、うん、いいですね木刀を持たせたままそれに行ってくるからチョコを持っといてやーって帰ってけんかった、うん、とりあえず持って嫌な人のやつやからいやー置いていけへんしっていうね、うんうん、あー確かにね、はい、なるほどなソムリエがそのワイン進めてくる感じみたいな、うん、感じの時みたいな感じで持っといたらなまだなあこのこういう大事に扱うみたいなそうそう両手でねこう、うん、片手でこう地面こうすらしながら持ってたらもうだいぶやばいっていやまあそれはねだいぶやばいうん
なんで持ってんやろ、お土産というね認識がない場合は殴りかかってくるんちゃうんか、あれで単純に腰なんねんな、いらんもんが。お土産ね、お土産何を買いましたか、そういう修学旅行とか。お土産何買ったかな。お土産か、湯飲みとか。湯飲みは買わんやろ、湯飲み。女の子買わん。人に私お土産全く買わないタイプで。でっかい段ボールやし。もらって嬉しいかなって考えたら。殺し屋の考え方やもん。そのもらって嬉しいかなって。家さっぱりしてて。別にお土産とか邪魔になるだけちゃうかなと思って。いやなんか食べ物とかやったら。食べ物とかやったらええやん。なんかなくなるもんやったら。でもなんか、そんなお土産。食べ物も何が好きかも知らんし、まあいいかなと思っていつも買わないタイプです。あ、そうなんや。だけ、今もなそれこそ NMB なんかいろんなとこ行って、で帰ってくるってなった時、まあその実家が遠いからあれかもしれんけども、実家に帰るってなった場合にそのなんかお土産とかは買うていったりとか、一切買っていかないで。なしで。はい。そうか。自分には買うんですけど。何を買うのそれ自分に。なんか北海道行った時とかはロイズのチョコレートとかを自分が食べたいと思ったんで自分に買って帰りました。でも自分が食べたいと思って美味しいやつをあげたら、はい、共有したんじゃう。買わないですね。食べて美味しかってん、はい、食べてみてやみたいな感じでこう、はい、親、お母さん、お父さんとか全然。あ、そう。お母さんも買ってこんでいいからっていうタイプなんで。一緒。まあまあ言うけど、まあまあ買うてきてくれたら嬉しいもんやね、ちょこっとしたもん。明太子一本でもいいし、もう明太子福岡行った時、一本ってそれ一本で売ってるのか知らんけど、一本ではないやろ、三本ぐらいやろ、小さくて買うけどな、でも明太子とか買うね、明太子自分も食べたいし、はい、自分は一緒に、はい、子供ができたらあれちゃう、あのそうなんですか、おもちゃとか、あ買っちゃいそうですね。めっちゃ葛藤してる時あんで、だって家におもちゃいっぱいあるからいらんな、でもこれ結構これやったらめっちゃ使うんちゃうかなみたいな、優しい、 いやでもこれはちょっとでもあれか邪魔やか、ってなって、やめとこうみたいな、パパやありますけどね、そんなん全然、はい、なるほどね、あるある、なぎちゃんは、私でもお土産結構買いますよ、なんか自分でも食べたいし、なんかもう家族がみんなめっちゃ食べるんですよ。でパパがめっちゃラーメンが好きやから、はいはい、なんかいろんなご当地でラーメンある、ね、あるじゃないですか。買ったもんな。そう、あのなんか3つ入りみたいな、いろんな味のね。そう、あれとかを買ったりします、パパに。わかるわ。そういうもんやで、お父さんのラーメンが喜ぶとか。そうですね。滋賀の実家帰る時とかに、はい、なんか大阪のご当地のもん、お土産とか買って帰ったって言うんですよ。買ってみます。おチョコとか。おチョコ。なんか日本酒とか飲めるおチョコとか。そうですね、お父さんお酒好きなんで。そんなん、はい、ずっとこうやってくれたやつ使ってんでってずっと言ってくれたもん。よかった。なんかコップとかね、はい、そう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 、鈴とかでできてる、ちょっと高いけどあれ、鈴、すごい鈴、何あれ、素材硬い、なんかこうガラス、鈴、銀色のなんかあるやん。あ、ずっと鉄みたいな。そう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 。1万円ぐらいですね、あれ。高っ。お父さんに買ってあげたけど、俺高っ思って、でもずっと使ってるわ。そのやっぱ持つんやろな、骨な。なるほど。結構そういうね、はい、うち俺たまに未だに実家よう帰りますけど、玄関にあの僕が修学旅行で小学校3年生の時かな、林間学校で、林間な、なんか焼いた木に、木の板に絵描くやつあるやん。あるわ。あれまた飾ってました。いつまで飾って、飾っていつまで飾っとねんじゃないけど、あったなぁ思って。あるわ、あれ。あるわ。まだ飾ってるやん、これで。ローテーションはないんやん。もう別に片付ける理由もないし、そうやねんな、多分ないんやもんね。以上でございますか。はい、はい、はい、ということで今回のもう噛まないで甘噛み姫、いかがだったでしょうか、来週も皆さんからのお便りをご紹介していきます。あなたがされて腹が立ったいたずら、またはして面白かったいたずらなど、いたずらエピソードを送ってきてください。ではここで一曲、 NMB48 のニューシングル甘噛み姫のカップリングでチーム M のナンバーです。 NMB48 チーム M で恋を急げ。NMB48 学園抜き打ち課題。
さあこのコーナーでは NMB48 の2人に毎回何かの対決をしてもらいます。勝敗を決めるのは僕たちモンスターエンジンです、はい、この対決にはさこの番組の携帯サイトスマートフォンサイトでも見ることができますのでそちらもぜひチェックしてください、はい、10敗したら罰ゲームでケイッチ、ナギちゃんともに8敗となっております。ともに8敗か。はい、そうです。うわだからまあここで負けるとおやばい、まあ、この位置は初めの位置とプレッシャーが全然ちゃいますからね、うん、ないし引き分けとかになった場合はうわー1個ずつ怖い怖い怖い。大林の感情を読み取って引き分けにしようかな僕がどっち出すかっていうのそう大体7割ぐらい。まあでも分からんか、分からんないつも微妙な時多いからな。まあね、どっちか、8杯ずつですから、まあとりあえず今日も頑張ってください。今回のお題です。お題は頑張りすぎている彼に一言対決。仕事や部活、男性は自分の体を顧みず頑張りすぎてしまう時がありますと、はい、そんな彼をなだめる一言で対決です。よろしいでしょうかね。はい、お二人とももういいですか。はい、かな。トライアスロン終わりになんか勉強してるとかかな頑張りすぎ今日はええやんみたいなね。なだめる一言ですから、ね、仕事で頑張ったりいろいろありますね。いろいろ頑張ってる彼をなだめる一言、はい、なんか早そうっすね。なんか、うん、言ってますね。大丈夫かな。8ですか。はい、8やで。大丈夫ですか、うん、そうだよ。結構自由やで。そう、はい、なんかニコニコしてはりますけど2人ともニヤニヤニヤ、はい、いいですか、はい、では行きましょう。今日はキッチからお願いします。ちょっとちょっと頑張りすぎやで。普段からさずっと頑張ってんのは伝わってるし、もし体壊しちゃったら私が悲しいやん。たまにはさ2人でデートでもしに行こう。おーストレートにね。はい、結構長かったからいろいろ言われたんちゃいますか。今のを受けてよろしいですか。はい、大丈夫。では高校なぎちゃんお願いします。はい、では次の方どうぞ。ではお熱を測りますねあ、ちょっとあなたは頑張りすぎ病ですね。ではお薬をぎゅー、これで明日からも頑張れますよ。すごい、もうそこまでいったらもうあっぱれ、もう別に全然いいですよ。それはちょっとでもそのねアイドルで可愛いからそれ許されるけれども、はい、ほんま中の芸とかがやったらもうむちゃくちゃになりますよ、ね、中の芸の人とかがもしやったらむちゃくちゃになる、はい、これ2人っきりでですね。そう2人っきりでやってきたらね、はい、そういうのはーいのところでどついてるよな何でしょ、次の方どうぞか自分で言っといてみたいな感じのとこもあるしね。次の方どうぞ、そういてくるんでしょ、どうせ自分からカウンターでパンチやね。次の方どうぞ。中の芸、いやでも笑ってまうなあ、もうずっとそれされたらあー難しいなやばい、これそれはね、これは難しいわ。さあではどちらが良かったかいきましょう。判定お願いします。なぎちゃん、勝った。なぎちゃん、そうか、いやー、生き切ってくれた方がね、やっぱり、はい、生き切ったっていうのもあるしな。なんか作家が考えたぐらいの完璧なあれでしたね。でも全部ね、変なとこなかったもんね。ケイチも良かったよ、別になんか悪かったとかじゃないけど、なんでその昭和の感じを出せんの。そこで昭和なんで何度も言いますけど、いやほんまやで、はい、俺らが若い時に見たそのトレンディードラマの中の内容やからな。でも今私高校教師を見てるんですよ。あったもう絶対は今のやつ見いい今のドラマちゃんと見まあ、飲もう見て、うん、飲みたりとか、はい、そうなんです。そっちばっか見てるんやろ。はい、昔は偏るって感じ古いねんってテイストがだから次のことどんどんのやつどんな、それだからケイチにはない、はい、ない部分やからそれ。うわー確かに逆に、うん、いらんしね、この古いのはあんまりあんまりいらんし、ほんまはいらん、ほんまはいらんちゃいらんねん。わざと昭和のテイストで台本かけて言われた時にそれ書いてきたら、こいつなかなかすごいリサーチ力やなみたいな、はい、なるけど、うん、まあまあ、ということで結果になりまして、はい、
ケイチが9敗やばい、ナギちゃんが8敗はい、うん、はい、やばいやばいやばい感じでございます、はい、来週にも罰ゲームがあるかもしれません、ね、ということで、来週も頑張ってください、はい、NMB48 学園のケイチ語りでした。では本日最後の授業です。最後の授業はホームルームです。日直のケイチお願いします。はい、この授業ではラジオの前の生徒さん、リスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます、はい、たくさんいただいたお便りの中から今日もご紹介していきましょう。お願いします。はい、山梨県にお住まいのラジオネームわちゃごなさんからいただきました。ありがとうございます。ケイチ、なぎちゃん、モンスターエンジンさん、こんばんは。こんばんは。最近なぎちゃんのグラビアをよく目にするのですが、うん、寄せ上げて詰め込んでと、なぎちゃんのないものをあるように見せるための努力に目頭が熱くなりました、はい、泣いてんの。私はお尻をもっと強調したなぎちゃんのグラビアを見たいなと思うんですが、ドスケベエンジンのお歌、はい、はどんなグラビアが好きですか、うん、ぜひ教えてください。どんなグラビアが好きなんだこの人、どんなグラビアが。なぎちゃんはそのないの、はい、おっぱいがこんな質問するのもどうかと思うけども。でもね、本当に、うん、なんかほんまに寄せてない時でもすぐ寄せてるって言われるような、うん、あそうなんです。本当にケイチはまだ立場がちゃうからね、うんうん、うん、上からのそのケイチはほんでおっぱいのことはすごいなんか熱量を上げて喋るよ、ね、そういつもね、おっぱいマスターやもんな、なんか寄せとるやんみたいな書かれてて、うん、めっちゃムカついてたんですよ。あ、なるほど。そういえばケイチは綺麗な美乳の標準みたいな、そのイギリスに飾ってるやつと同じってことでしょ、はい、彫刻ちょうど1メーターの棒を飾ってる、横に飾ってあるやつと一緒ぐらいってことでしょ。だからもう、いやどうなの、そのあなたは、あなたたちは見たじゃない、見たじゃない、見たことある、なぎちゃんの。ありますね。天保山やね、天保山天保山見たではないですね。見たではない、はい、甘食、甘食ぐらいか。パンの甘食。甘食ってぐらい。パンの甘食。いやもうそんなそんなもう。ああその。ZZ です。Z と Z。どういうこと？寝てるってこと？眠たい。Z カップです。ああそういうこと。Z カップ。大師匠でるよ生活。そんな大きかったら。その。なんていうの、なかったらさ、おっぱいの方なかったら、うん、そらあのお尻の方もっと映してくれってなるよそりゃそりゃでもそう思うよだって、はい、うん、なるほどね、うん、それもカメラマンさんに言ってほしいです。別にそのおっぱいで売ってるわけでもなければ、はい、お尻で売ってるわけでもないということでしょ。そうなんです。でも、ね、うん、おっぱい大きすぎたら、うん、大きすぎたらっていうかある程度ええ感じにいやらしく見える感じやったら、その顔の方を意外と見んかったりするから、うん、あだからそうじゃなくて顔の方をたくさん見てもらえるという分ではいいんじゃないですか。なるほど。お、そういう意見もありますよ。だからお尻出しながらこっち向いてるやつばっかりでいい。四つん這いでお尻出してこっち向いてるやつばっかりです。ボケや。グラビア乗りましたってそればっかり。ペロってめくって新しいボケ。服だけ着替えて。いろんなところでなんかボケやな。いやいやいや。ちゃんとしたボケやから。小玉が止まる駅全部でそれしたら。絶対じゃないですか。新幹線に特化してへんやろ。というわけでチャイムになりました。授業は全ておしまいです。皆さん気をつけて帰るように。キリッツレイ、ありがとうございました。ありがとうございました。さあというわけで下校の時間となりました。今日の授業はいかがだったでしょうか。はい、まあ対決がね、はい、ああ9敗、8敗と、やばい、そうですね、ついにやばいよ、いよいよケイチが負けるのか、絶対に嫌、いやー切れられんちゃいますなんかあまりにも罰ゲーム嫌すぎて黙って黙って帰るってやばい、負けて負けてケイチが負けて、そのね、このラジオのブースの扉がバーンってなった場合はもうケイチ帰ったと思ってください。そうですね、その時僕らはもう何も言えませんから、怖すぎて多分ね。なぎちゃんが言う、ケイチさんを怒らせて、はいはい、ほんまに唇震えてとか見てほしいんですよ見たいわ、それでもブルブルブルってやって、もう全部が震えてめっちゃ笑ってるやん。いやいや全部が震えてるの、はい、タクシーがなんかもし乗るってなった時に、うん、ギリギリ手前で先にバーって乗ったりして、で窓開けて見といたらプル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 ってなってるってことでしょあれ私止めたはずなのにってなったらこっちに睨んで、確かに、はい、だいぶブルブルになってるでしょうね。やばい、そうなんです。なるほど。
ウネマンはどうなるか、対戦がね、うん、はい、うわこれは楽しみですよ。待って、負けたことないんやから。そうなんですよ、うん、どんな罰ゲームが用意されてるかはちょっとまだ分からへんけども、はい、そうですね。ちょっと何やったっけ、何が食べ物嫌いなの言っとったっけ。トマト梅干しとかです。トマト梅干し嫌いやったっけ。めっちゃ嫌いです。めっちゃ嫌いの。トマトはなんとかもうおえってなりながらでも食べれるんですけど、はいはいはい、梅はもう絶対に匂いでもアウトです。なんで、甘いのでも絶対無理です。蜂蜜の梅干しでもダメ。はい、もう唇に触れるだけでやばい。おそう、これは梅干しやな。まあ、近くコンビニあるしな。うわ、梅干しなんかめっちゃすぐ手に入るしね。すぐ手に入るよ。そうなんや。嫌い。あ、硬いのでも無理です。お弁当とかに入ってる、はい、もう冷蔵庫とかに入れられてるだけでムカつきますもん。匂いが、俺梅干しあったらめっちゃテンション上がるけどな。美味しいな、うん、大好き。まあまあ、あ、何がね罰ゲームになるか分かりませんから、はい、来週も頑張ってください、はい、ですね。では最後にお便り募集のお知らせです。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています、はい、番組の感想、こんな授業やってほしいといったご意見など何でも OK です。もう噛まないで甘噛み姫へのお便りもお待ちしています。そしてやったるデイズの特別企画、はいはい、学園メンバーのサイン入り段ボールのプレゼント、うん、そして NMB48 学園音楽の授業体験入学の応募もこちらまで。宛先は E メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8010、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。ダンボールプレゼントか体験入学かどちらかを希望されているかを書いて、ダンボールプレゼントを希望される方は本名、ご住所、電話番号、そして体験入学を希望される方は収録時につながる電話番号、校歌の歌詞を書いてご応募ください、はい、収録日は決定していませんが収録前にご連絡させていただきます、うん、もしお電話に出られない場合は参加は取り消しとさせていただきます。ダンボールプレゼントの当選者の発表は発送をもって控えさせて、発送をもって返させていただきますので。控えさせ、前もなんかこの髪型したよ。誰にも届けへん。控えたら届かへん。ご了承ください。たくさんのご応募お待ちしています。はい、というわけで NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日はここまで。さようなら。